しゃべくりまつしろ始まるよ。こんばんは、2月4日7時になりました。今日は第119回となりました。しゃべくべり松代の時間になりました。松代なんですけども、先週はなんか4月の陽気だったですね。暖かくて、もう本当に半袖ではちょっと大げさですけどね、暖かくて、過ごしやすかったんですけど、今日はまた雪降りましたね。朝は雪降って、そして晴れたと思ったら雨降って曇って、今また雨降ってますかね。今日は本当にあの目まぐるしく変わる天気でしたね。ということで、毎週生放送でお送りされます、しゃべくり松代です。今日はですね、今お聞きのようにですね、信州松代マンドリンガスの皆さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。会長の奥久保幸男さん。はい、奥久保です。よろしく。それからですね、ちょっと順番は分かりませんけど、田中さんから矢島さん、よろしくお願いします。長谷部さん、荒川さん、尾崎さんということですね。6名の方においでいただきましたかと思います。今ね、本当に素晴らしくて、なんか泣きそうになっちゃったんですけどね。素晴らしい曲ですね。これは松代出身の、はい、草川慎先生の曲です。私ども地元の歌をね、非常に大事に扱っていますので、
今日ちょっとあの春にはまだ早い、うん、少し早いけれども、はい、ね、旬だからちょうどいいですよね、はい、演奏させてもらいました。ちょうどいいですよね、はい、ということで、あの今日はね、先ほど言ったようにその6人でおいでいただいたんですけども、普段はどのぐらい、何人ぐらいいらっしゃるんですか、団員の方は。いや、まあ、約40名くらい。おー、40名、はいはい、すごいたくさんですよね。今日は学校で一クラスぐらいいますね。はい、はい、で、なんかこう、いろいろな楽器でやってるんですよね。はい、楽器、あの楽器はあのマンドリンがそうなんだけど、うん、マンドリンだけじゃないんですよね。はい、はい、あのピアノとかね、フルートとかチェロとかですね、まあ、一般オーケストラに入ってるような楽器も仲間に入れて、うん、まあ、それはあの大きな、まあ、コンサートが中心ですけどもね、うんうん、あの地域の中でやってるのは大体ピアノ、フルート等が入って、うん、あのやっておるということです、うん、はい、そちらに今楽器あるの、それはマンドリンですか。はい、こちらがマンドリンです、うん、マンドリン、マンドラです。マンドラ、なんか親子みたいだね。はい、親分、これ、そう、親子って言うんですよ、親分だよ。いいなぁ、親分だよ、親分飛ぶみたいだね。はい、というのことで、どんな音出るんですか。はい、じゃあマンドリンから、うん、はい、マンドリンから。だいぶ違いますね、はい、音がね。親分こぶんの違いだね。1オクターブ、1オクターブ、ね、はい、大久保さん何も思ってないんですけども、普段は大久保さん何やってるんですか。私はね、うん、あの俗称棒振りです。棒振り、はい、棒振らじゃないよね。棒振りです。いや、面白いこと言ってさ。指揮者でしょ。はい、 これですかね。正式名称は指揮者なんですね、うん、あ、はい、何、はい、俗称棒振ら、あ、棒振りじゃない、棒振り。これですかね。これ大久保さん、この高で指揮してるのが大久保さんですかね。かっこいいですね。すごいかっこいい。あのカラヤンみたいですね。カラヤンか大久保さんかっていうところだね。ということでね、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。ということで、あのメンバーはどのようなことをされてるんですか、皆さんは。ん、マンドリン、皆さんはマンドリンじゃないですよね。マンドリンとかマンドラとか、さっきのギターなどされてることあるんですか。うちはギターはありません。あ、原則ないです。あ、原則ない、はい、あのピアノアンサンブルということなんで、はい、あ、なるほど、はい、フルート、チェロとかベースとか、まあ、あの職務はみんなマンドリンです。あ、はい、こちらの方はマンドリンの方ですね、はい、あ、そうなんですか。で、皆さんマンドリン専門にやってるんですか。マンドリンで飯食ってる。食ってないね。何やってるんですか。食べれません。食べれませんね。ちょうどタダだもんね。そうですか。うん、あとはあの皆さんですね、このさっき40人ぐらいいらっしゃるっていう話だったんですけどね、どんな動機で皆さん始めたんですか。動機、大久保さんはどうですか。動機は、私はね、生まれた時にもマンドリン弾いてた。そう、まあ、それぐらいの、そのぐらいのものですから。歴史だけはね、あ、歴史古いね、持ってますんで。歴史100年ぐらいあるそうです。はい、田中さんどうぞ。私はね、ね、あの職場をもうじき退職するという時になった時にね、うん、これから何をやろうかなと思ってる時に、あのボケ防止にどうだっていう風な言い方で誘われたんですよね。あ、ボケ防止に。で、それならば、うん、っていう、もう向こう水がね、うん、もう全然未知の世界にね、こう入ってっちゃったんですけどね、うん、思いのほかに大変で、あ、もうそれから10年経つんですけど。大久保さん厳しいでしょ。厳しいんですよ。そうですね、まあ、こんな顔するけど、多分厳しいと思いますよ、ね。はい、どうですか。どんどん、はい、右に同じです。右に同じ。ボケ防止。ボケ防止です。最大の目的はそれです。まだボケてないでしょ。半分ぐらい。半分ぐらい。そうですか。はい、どれぐらいやってるんですか。10年ちょっとです。あ、はい、10年ちょっとは、はい、じゃあそれまでマンドリンという楽器全然知らなかったもんで。じゃあ30ぐらいから始めたの。そうですね。今40ぐらいかな、はい、そうですね。どうですか。ボケ防止じゃないよね。は、はい、ボケ防止関係ないです。あのたまたま先生と家が近所で、ちょうど10年前の冬に、うん、あの
水仙立てのようにね雪かきをしていましたところ、うん、そこに先生も雪かきしてらして、まあ、マンドリンやってみたらどうかっていう話をね、いただいているところにまたまた近所のこの隣の穂崎さんが現れまして、2人にぜひやったらどうか楽しいよということで、もともと学生の時に興味もあったので、うん、あ、なるほど、それではということで本当に簡単な気持ちで入りました。キャッチセールスでね、はい、そうです、まあ、よかったね、違う、ね、本当に、暗闇じゃなくてよかった、そうですね。どうですか、私は子供がちょうど手が離れて、うん、自分のために何か楽しいことをやりたいなと思っていた時に、うん、ちょうどマンドリン教室の募集があったので、うん、それまでマンドリンって全く未知のものだったんですけれども、うん、何かマンドリンっていうネーミングに胸がときめきまして、いいもんね、マンドリンってイメージいいじゃん、ね、なんか可愛らしくって、ね、可愛らしくてね、それでちょっと恐る恐る、入ったら恐ろしいことと楽しいこといろいろあります。こういう顔するけど多分ね恐ろしいでしょ、はい、今のね体罰なんかないでしょ、体罰はないですけどね厳しいです、厳しいですね、はい、はい、どうですか、はい、私は他のコンサート、マンドリンのコンサートを聞きに行ってね、うん、そのマンドリンの音に見せられ て, られて、先生に誘われ誘っていただいて、マンドリンの音色に見せられて、はい、入っちゃってしまったと、はい、あ、いいねどれくらいやってるんですか、50年ぐらい20年ぐらい、あ、もう少しくらい20年ぐらいですか、はい、わかりました。そうなんですよね、まあ、皆さん本当に素晴らしい、ね、方々でね、あとですね、動機をお聞きしたんですけども、魅力、さっきねお話見せられたっていうんですが、どうですか、そのマンドリンの魅力っていうのはどうなんですか、やっぱり、すみません、うん、音色ですね、あ、音色ね、音色、いやな、本当にね、私もさっき言っちゃったんですけどね、いや、昔ね、こう青春時代聞いたようなね、こう曲聞くとなんか涙ボロボロ出ちゃうね、こうハンカチ持たないとこうマンドリンの演奏聞けなくなっちゃってね、どうですか、どんな魅力的な、魅力的じゃねえか、魅力はどうなんですか、マンドリンの魅力なんてのは、何、どうぞ、マンドリンっていうのは割ととっつきやすい楽器で、うん、まあ譜面通りに弾くとなんか一応音は出るんですけれども、うん、最初はそれだけで十分楽しいんですけれども、やればやるほどこうもっと豊かな音でとか、奥が深くて、いつまでも到達できないところも魅力です。なるほどね、それ魅力ですよね、はい、到達できるというのはね、はい、努力してもその先にあるというのはね、そうなんですね、やっぱりそうなんだ、それ魅力だけだよね、魅力だよね、はい、わかりました、ということでそちらの方からね早くしろって言われてますんでね、それでレパートリーってのはどのぐらいあるんですか、何曲ぐらい、レパートリーはね、数え切れません、数え切れない、ね、なんとか整理したいと思っていてもですね、手がつけられない暗い楽曲持っています。あ、そうなんですか、はい、あと皆さんね、その合奏団はですね、なんか全国的にも例見ないユニークな合奏団というのをお聞きしてるんですけど、どんなところ、マンドリンクラブと違うというのは、楽器の王様であるピアノの光が入っているということ、編曲から楽器の関係から、もう全部違っています。だから本当に全国で松代で、まあ初めてね、こういうものが生まれてきたということの原因は、どうしても言いたいのは、松代の文化土壌が新しいものを生んだんだというふうに考えてます。なるほど、はい、素晴らしいということで、あれですかね、最後にこのまた演奏していただけるというようなことで、はい、ちょっとね、時間短くてね、いけなかったんですけど、はい、はい、それでは最後にですね、皆さんですね、また最後にですね、演奏をしていただきながらですね、今度はやはりですね、先ほども松代出身の作曲家だったんですけども、貝沼実作曲のですね、みかんの花作家、これをですねお聞きしながら今日はお別れしたいと思うんですけども、じゃあみかんの花作家は最高ですね、いい曲で、それでは準備よろしいでしょうか、はい、それではよろしくお願いします。
晴らしいですね。はい、ありがとうございました。なんか本当に感激しちゃったですね。なんか来週旅行するのは大変ですね、はい、まあいい曲聴いた後でね、はい、来週は、はい、宮本さん、はい、パーソナリティ、そうです、初ですね、はい、初出勤じゃねえや、初デビュー、はい、はい、そうです、すごいね、どうしましょう、すごいドキドキしてますけど、何やるんですか、うん、第120回のしゃべくり祭りは11日、はい、はい、そうです、で休校伝を利用した豆豆クラブの活動紹介を行います。ああいいね、あの、はい、いつもアップしてるやつだね、そうです、あ、はい、はい、ゲストは村上弘子さんです、でパーソナリティが宮本さんと、はい、初デビュー、はい、素晴らしい。どんな内容の話してくるんですか。どんな内容、豆の、あの種まきから成長まで、成長寿豆ですね。あ、これこれを作ってんの、はい、そうです、おこれだそうです。これができるまでを一応、これをできるまでの、はい、取材しましたので、あ、頑張ってやりたいと思います。ほう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 、はい、なるほどなるほどなるほど、おそれであれ何回もアップしてますね、はい、何回アップしたっけ、5回ぐらいですね。だからこれ見てもらいながらですね、そのアップしたのも見てもらえばいいですね。そうですね、それも宣伝しちゃう、はい、ぜひ、それでは来週も宣伝も兼ねてたね、放送しますけどね、はい、来週はですね、まめまめクラブの活動紹介、はい、ね、休校伝を利用したまめまめクラブということで、はい、宮本さん頑張って、はい、頑張ってやります、いい作ね、いいですね。それでは来週のしゃべくり街のどうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。しゃべくり松代、また見てねー。